皆さんこんにちは。この配信では、松本民芸家具専用チェアと題しまして、数ある松本民芸家具の製品の中から毎回一製品を拾い上げ、製品の特徴や生まれてきた背景などをご紹介していきたいと思います。松本民芸家具の製品をお選びになる際の参考にしていただければ大変幸いだと思います。どうぞよろしくお願いいたします。さて、何やめ 6.5 やめだったかな、発表規定やりますよっていうの、今日から実はこの、収録から、発表実は来させていただいて来て、皆さんとまたお話ししたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。今回は、9やめということになりますかね。椅子をまたピックアップしました。隣にある椅子なんですけれども、この椅子は猫足ウィンザーという名前の椅子になります。これもやはり大変見どころのある椅子でして、特にやっぱり作りも非常に凝ってますし、何よりやっぱりパッと見た瞬間皆さんも気づかれると思うんですけども、前足ですよね。非常に特徴的、名前にもある猫足なんです。ただこれ猫足になって日本では言う方が通りがいいので猫足になってるんですけど、実際は猫の足ではなくてキャブリオールレッグっていうんですが、馬の足だと思います。で、下の丸い部分なんかも蹄をイメージしてるかと思うんですけれども、この椅子実はちょっとお話がありまして、ウィンザーチェアっていうのは先にも話してきましたけれども、庶民の椅子だったんですよね。で、その庶民の椅子がだんだんとその普及してきて、産業革命以降非常に多くの人たちにやっぱりこう使われるようになっていきます。で、ロンドンを中心として他の地方都市でもやはりウィンザーチェアがこうやっぱり広がっていくんですね。で、その広がりを見て、それまでそのウィンザーチェア、庶民の椅子ですね、生活に根ざした椅子で、その椅子をその、使うことのなかった、要するに貴族階級の人たち、もっと位の高い人たち、その人たちもウィンザーチェアに興味を持ちです。で、そこでデザイナーがそこに関わってきて、そのより違う形のものが生まれてくるっていう話を何回か目かなお話ししたと思うんですけど、まさにこの椅子もその椅子なんですね。これはトーマス・チッペンデールっていう大変有名なデザイナーが当時いたんです。で、その方が関わった椅子だと言われています。チッペンデール・ウィンザーっていう名前の椅子なんですけれども、いわゆるそれまではそのろくろ足だったりだとか、ただの棒足だったりするその、家具にですね、こういう技巧的な動物の足の形で、古く家具を見ても、その古い家具を研究してみると、やはりそのチェストであったりだとかにもそういう猫足みたいなものがついてたりするんですけども、時にそのやっぱり動物のそういうその造形を模したものっていうのは権威の象徴であったりだとか、やはりその位をちょっと上に見てるものがやっぱり多いと思います。で、その中でそのトーマス・チッペンデールは庶民工芸のウィンザーチェアを全くその真似をするというか、それをベースにものを作るっていうことは、当然そのオファーはあったとは思うんですけれども、だけどおそらくプライドが許さなかったって言ったらちょっと語弊があるかもしれませんが、何かやはり自分のそういうその特徴をやっぱり表そうと考えたんだと思います。そこで当時その庶民の間の庶民の家具の中ではおそらく使われていなかったであろう、こういうその動物の足の造形ですよね、それをウィンザーチェアに織り込んできたわけですね。で、全体にはそのダブルボーバックのオーソドックスなスタイルですけど、非常に形が端正です。で、それから材料の使い方がとても贅沢な感じがしますね。材田の厚みが思ったよりかも厚いです。で、ボリューム感がある。で、高さもある。何かこうちょっと骨格を感じると言いますかね、非常にその何かこう凛としたような感じのウィンザーチェアですね。で、ここの部分、前回の時にもご説明しましたけど、このストレッチャー、この形もいわゆるカウホーンストレッチャー、非常にその強度的にも、優れていて、かつ技巧的にもやはりその難しい形で、そういう形を使っていたりだとか、それからこういうところのこうディテールですよね、ディテールがとてもその繊細な削りになっていたりだとか、非常にやっぱり美しい椅子だなと思います。座ってみましょうかね。座ってみると、私身長167センチくらいなんですけど、ちょっとさば読んだかもしれないですが、こんな感じですね。ちょうど足がつく。で、ちょっとね、座面が高いんですよ。
で、これがね、座面を低くすることがなかなかできにくい椅子で、座面を低くしてしまうと、なんか極端にね、短足に見えたりします。で、この椅子を作るのにはすごくやっぱりね、バランスを取るのが難しかったって、昔の人からお話を聞いたことがあります。実際に一番最初にこれをその、要するにチャレンジして出来上がった椅子が、池田三四郎の実は資料の中に残ってたんですけども、とても短足でした。で、あまりかっこいい感じではなかった。逆に頭が大きく感じてましたね。で、それが今はこういうふうな形、要するに端正な形になってますね。背中のリボン。スプラットですね。背中のリボンのところにちょうどこう背骨がきちっと当たる感じ。すごくこう、なんていうかな、姿勢がいいっていうんではないんですけども、何かちょっと一種の緊張感のある感じといいますか、それでいて横幅もありますし、ゆったりとした感じもあるし、なかなかやっぱりその座り心地に一つやっぱり個性がある椅子かな。とてもいいと思います。まあ、この椅子本当に昔から実はやっぱり人気のある一脚ですね。もう形でしょうかね。その全体から醸し出すそのオーラというか、そういうものをやっぱり感じますね。で、飾り椅子として買われる方もいらっしゃるし、ダイニングチェアとしてこれを揃えられる方もいらっしゃったりします。で、実際にダイニングチェアで4脚もしくは6脚揃うと、それはやっぱりそれで素晴らしいっていうか、何かそのちょっと豪華な感じ、ウィンザーチェアが庶民の椅子でってありながら、何かもうちょっとワンランク上がったような、そんな雰囲気をやっぱり与えてくれる椅子です。猫足ウィンザーチェア、これもぜひお座りになってみていただいて、こう田舎臭くないウィンザーチェアですね。洗練されたといいますか、デザイナーの力を借りて、これってね、すごく大事なことで、実は庶民のその工芸が全てが優れてるかっていうと、そういうわけではないんです。で、どんなものでもそうだと思うんですけども、ある時その庶民の工芸っていうのは非常に純粋なんですよ。純粋ですから、とてもやっぱりその心を打つようなものがやっぱり生まれてくると思う。ですけども、そこにやはりその一つのエッセンスを加えていくのは、そのよりその額があったりだとか、そのセンスって言ったらいいのかな、そういうその知識を持ってるデザイナーと呼ばれるような人たちですよね。そういう人たちがそこに一つエッセンスを加えることによって、ものすごく大きく変化するわけです。で、さらにブラッシュアップされて、それがまた庶民の中に浸透していき、さらにブラッシュアップされたものができてくる。すごく物のプロセス、物がその発展していくプロセスとして非常に面白い、やっぱりその一つの課題である椅子だと思いますね。次回はそのじゃあこの椅子を元にしてというわけではないんだけれども、庶民がそのどこまでブラッシュアップしたのか、その辺をちょっとお話しできるような椅子を選びたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。